ホンダはマジで余裕10。ダルシムっていうキャラは余裕って思ってても、もう端まで行ったら何が起こるか分かりません。もうボタン押すのミスった。は、もう意味が分からない。あ、死んだ。あ、やばい、終わる。やだ、マジでやだ、もうやっちゃった。おっす、ウラゴク、ヨガの時間です。頑張ってレイジェ目指そう。でも一日長時間はしない。けー、おいしい、おいしい、おいしい。16ポイントおいしいね。まあでもホンダはマジで余裕。賞味マジでホンダと、ホンダマジなんならザンギより戦いやすい。だからレイジおぼーホンダでマジ来てくんねえかな。やばい、やばい、くそ動かねえこいつ。いやー、死んだ、死んだわ。おった。いやいや大丈夫、食うからちゃんと食べる。10マイナ10。うわー、だる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 。それはないぜ。くそ。まあダルシムっていうキャラは余裕って思ってても、もう端まで行ったら何が起こるか分かりません。端しんどい、助けて、マジで端しんどい。それ以外では勝ってんのに、端に行ったら今までの俺の努力が全て泡になる。もうボタン押すのミスった。嘘だろ。クソすぎん。バカがよ、玉抜き、玉無敵ねえんだそれは。調べてこい、ちゃんと。いや、足りないだろ。は？もう意味がわからない。は？え、マジで意味わからんのやけど。マジダルシム使いづらすぎるだろ。ダメだ、今日なんか思うように動いてくれねえ。ダルシムがうぜえ、全然思うように動かねえ。連打してやがるぜ。なんか違うんだよな、その負けてムカつくじゃない、これで勝てるって思われてるダルシムがムカつく、わかる？それで勝てると思われてるダルシムにムカついてしまう。ダルシム相手する側もしょうもないって思うけどな。まあそれは浅いんじゃないですか。一番楽しいだろダルシム戦。だからしょうもないっていう人は多分あんまりダルシムと戦ったことない人でしょ。お前攻めたら勝てるんだぞダルシムなんて。お前こっちはな、そっちのしょうもないをまず処理してからなんだぞ。お前ら自分の強みがよ、潰されただけでしょうもないって思うなよ。マックス1900で語るの早かった。いやもうそこでなんかマウントを取ってくる時点でお前もうお門が知れてるぜ。ダサいって MR コメント欄で語んの。逆に1900にも言って分かってないのやばいだろ。多分言ってないやろ。いや俺も言ってないと思う、この書き方だって。1900に自信なさすぎるだろあまりにも。でもダルシムに文句言うやつこういうやつばっかなんだよな。
俺の YouTube のコメント欄で出てくるやつは。ダルシムに文句言ってる人はでも総じてやっぱキャラ対もしてない人たちだからな。ダルシムって本当にアンチが多いよな。だから見下してんだって。見下してるからダルシム使いがどうこうとか、ダルシムがどうこうってなった時に切れやすいんだよ。人間ってそういうもんじゃん。自分が下だと思ってるやつに負けたりするとさ、いつも以上にブチ切れるじゃん。ダルシム使い文句言ってるやつは多分キャラとして見下してんだよ。ダルシムも死んだ。あいテレレ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 レパパ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 。あ、合唱入れてんだよ俺。みんな信じてくれ、俺相手のラッシュに合唱入れてる。止まんないこいつら無法どもが。ざま、くそマジ SA。 みんな言ってくれ、みんなからカプコンに頼むから、頼むから言ってくれ。これは本当にかわいそうだと思うんだよね。何あ、死んだ。あ、やばい終わる。やだマジでやだ。もうやっちゃった。死なない？死んだわ。いやだ。やめていい？もうやめていい今日。やめていい？もうやめるべきだろ今日は。ダメだろもう。もうダメ。俺が一番バカやった。俺が一番バカ。もう無理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 。こんな精神状態でできない。こんな精神状態でできない今日はもう。俺が下手。俺が下手。もう俺が下手。いやでも、偉い。やめれて偉い。ここで。プラス思考。やめれて偉い。そうだよ。1日でレジェンド行くなんて無理。そう、初日今日はシャープ1。応援してみんなお願い。もうなんで俺あそこでインパクト、もう自分が憎い、自分が憎い。